伊予郡正木町の愛媛銀行正木支店で正木フォトサークル写真展が開かれています。正木フォトサークルは40代から80代までの会員16人が月に一度各自が持ち寄った写真の鑑賞会を行ったり、年に2回県内外で撮影会を行ったりしています。今回の写真展には風景やイベントの写真など会員の自信作15点が展示されています。内容としてはですね、会員の皆さんが1年間、撮りためた写真を出展するようにしております。今デジタルがものすごく進行してきてますんで、スマホが流行ってるじゃないですか。そのスマホに負けないような写真を撮っていきましょうやいうことが今前提条件でやってます。だいたいうちの会員としては年寄りの人が多いんで、高齢者がで昼の撮影がほとんど多いんですよ。でできるだけ今後目標としているのはホタルの写真とか花火の写真とか夜の写真も大いに撮っていきたいなと思っております。この正木フォトサークル写真展は5月1日まで愛媛銀行正木支店で開かれています。